皆さんこんにちは、モレノです。本日はビディッチレビューしていきます。現在作成コストが50万コインになります。ノーマルカードから総合値が1上がって、まあ、ダイナミックイメージが追加されてノーマルが今30万弱になりますので、まあ、その20万の差が果たしてあるのか含めて、まあ、今日はいろいろ見ていけたらなと思います。でノーマルビディッチ実際僕使ったことはないんですけど、相手にいてすごく嫌です。あのとにかく、まあ、数値以上の強さもありますし、あのやはりまあディフェンス能力っていうのが非常に高いので、まあそれが強さに出ているのかなと思います。なのでまあこのカード、まあ、弱いはずがないかなっていうのは一つ、まあ、最初の印象としてはあります。で身長190センチ、ミディアムハイワークレートの逆足3スキル2になります。ここら辺は普通ですね。センターバックしかできません。で、ペース79ですが、スプリントスピードが90まで上がりますので、めちゃくちゃ遅いと感じることはないと思います。ただ、まあ、パスチー、ドリブル値が低い選手ではありますので、まあ、ビルドアップの時であったり、まあ、あとはドリブルしなければならないときは気をつけていきたいかなと思ってます。で、シャドウをつけることによりまして、全ディフェンスタッツすべて90後半超え。で、なおかつ、まあ、冷静さも高い選手ですので、能力的には本当に対人守備に関してはトップクラスの選手なのではないかなと思ってます。ので、まあ、本当に守備というところに注目していきたいなと思います。で、一応、スライダープラスっていうスライディングタックルのトレートは持っているものの、正直スライディングタックルってあんまりしないので、まあこれよりはブルーザーであったり、まあ、ブロック、あとは予測、ジョッキー、ここら辺のプレイスタイルの方が今のところ強いのかなとは思ってます。ただまあスライディングタックルうまく使えればこのトレートも強いと思いますので、ちょっとそこも今日試してみたいなと思います。で、まあ予測がないものの他のトレートは全て持っているので、ここプレイスタイル的には弱くはないかなと思います。で、5バックの真ん中と4バックの右で使っていきます。もうセンターバック以外はないでしょう。ではビディッチ見ていきます。この選手がビディッチです。ドリブルに関しては、まあやはり重いなとは思いました。重いです。ルディガーとかと比べても重いですし、まあ、ドリブルする選手では全くもってこの選手はないです。で、まあ、基本的にセンターバックなので、正直ポジショニングとか僕はあんまり選手によって差は出ないのかなと思っているんですけど、まあ、とにかく対人守備というところに関してはこの選手はトップクラスですね。本当に強いです。まあ、フィジカルもありますしスピードも案外あるので、こうなった時にまあ何でしょう、ファンダイクとかもそうなんですけど、少しここギャンブルだなと思って四角ボタン、タックルボタンを押すときって皆さんあると思うんですよ。で、それを取り切るか取り切らないかっていうのは個々の能力だと僕は思うんですね。もちろんタイミングであったり多少のプレスキルっていうのは必要ですが、ってなったときにやっぱこのビジッチを使ってて思ったのが、本当に取りこぼしがないですね。この選手でボールを取りたいときに、まあ取れますね。そこがやっぱりそのトップメーターのセンターバックの一人だなと思うところの一つでした。で、まあ多少やっぱりそのドリブルであったり、スピード遅くはないんですけど、そのボールを取ったときに、まあ必ずしも器用な選手ではないので、そこのリカバリーは必要だなとは思ったんですが、まあ、とにかく対人守備が素晴らしいので、それだけでお釣りが返ってくるぐらいの選手ですね。本当に適切なタイミングでタックルを入れてしまえばこの選手は間違いないですね。で、まあリュディガーとか僕は絶賛してますけど、それらの選手よりもやっぱりレベルが一つ上の段階にはいるのかなと思いました。まあファンダイクとかそこら辺の選手ですね、まあ、こことかもいいブロックですね。で、まあシュートブロックの種類、シュートアニメーションがやっぱり選手によって全然違うので、どういう風にブロックボールをするかとか、あと、まあ、何でしょう、自分が操作してない時にこの選手どういう動きしてるかっていうのを見た時に、やっぱりそのボックス内で攻められた時、まあ、ちょっとごちゃごちゃして、まあ、どうしようもない時ってあると思うんですよ。
そんな時にこのビディッチっていうのは頼りがいのある男だなっていうのはすごく感じました。もう本当にセンターバックとして今回使ってて全く不満はなかったですし、やっぱ強いなって思いましたね。あのノーマルカードというか、まあ、1枚目のアイコン同様こことかもいいブロック見せてますし、まあすごくあのこの選手を使ってて守備が安定しましたね。でまあファンデフェンここ抜かれますが、もう決定機だと思います。でまあその中で、まあ、いいブロックをしてますよ。いいブロックをしに行ってますよね、コンピューターが。で、あと2個ですかね、まあ、ラッシュフォードから取られてしまってライスが上がってきて、ここにあの中盤選手抜かれますが、やっぱり本当にもういいですね。もういいとしか言いようがないですね、今のポジショニングといい。で、最後こうショートコーナーから、まあ、どういう風にディフェンスするかっていう中で、ここの、まあ、ソン・フミンでブロックしてからの今のビディッチのシュートブロックですよね、うん、いいですね。では最後ビディッチまとめていきます。現在作成コスト50万コインになります。安くはないかなとは思うんですが、このカードをまあ作成する価値は間違いなくあるんだと思いました。ただ一つどうなのかなと思うのが、やっぱりノーマルカードが27万コインで、まあ、このカードが50万コイン、作成コスト50万コインで、正直そこまでの差があるのかなっていうのは感じますね。で、まあディフェンス値に関してはもうほとんど変わらないですし、まあ全体的に1には上がっているつつも、まあ金カードが1枚目の黒カード出るぐらいの能力差なので、まあダイナミックイメージ含めて50万っていう価格を出す価値はあると思います。ただ、ノーマルカード安いよとは思っちゃいますね。うん、そこが彼の唯一の懸念だと思います。で、まあローラン・ブランと、まあ、彼比較対象として、まあブランもまだ SBC やってると思いますので、作成コストはまあほとんど一緒ですが、まあブランの場合はノーマルカードになりますので価格が比例しています。で、個人的にどっちが強いかってなると、やっぱビディッチの方が僕はセンターバックとしては上だなと思いました。で、まあブランがあんまり僕はセンターバックとして評価高くなかったっていうのもあるんですが、やっぱりこのビディッチにとってこのプレースタイルですね、まあスライディング今回する機会なかったんですけど、ジョッキー、ブロック、ブルーザー、アクロバティック、エアリアル、まあここら辺の本当にメタと言われる、まあ、予測以外も全て持っているので、やっぱりその今年のゲームプレイのプレイスタイルの影響っていうのはかなり大きいのかなと思いました。対人守備なら間違いなくビディッチの方が上ですね。で、ただまあ一つ言えるのは、ブランフランス人なんで、まあ、ビディッチセルビア人で、正直セルビア人って今強い選手ってミリンコビッチ・サビッチぐらいしかいないんじゃないですかね。ミリンコビッチ・サビッチ、あとマディッチのプロガードかなぐらいしかいないので、そういう意味ではやっぱりそのブランのフランス人っていうケミストリーは大きいと思います。アイコン今年ケミストリーいいとは言えという感じですね。まあただまあ間違いなく僕がどっちか作るかって言われたらビディッチを選びますという感じになります。ぜひレンタルカードありますので使ってみてください。このカード27万も安いと思うので試してみてくださいという感じで終えていきます。質問コメントなどあればいつでもお待ちしております。ちょっとエボリューションの動画も1個作ろうかなと思ってます。いろいろ選手出ているので、まだエボリューション全員使い切るわけにはいかないので、ちょっとまあ僕の感想ベースでお伝えできればなと思います。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。